どうも、わきです。実はね、今日からね、新しい、シリーズがスタートしましてですね、その名も、フレンドリーわき TV ということで、まあ、YouTuber と言われてるというか、まあ、YouTube に動画を投稿してる方と、まあ、ちょっと交流というか、親睦を深めたいなということで、まあ、これはね、ちょっとまあ、不定期投稿になりますけどね、まあ、月、まあ、2ヶ月に1回とか、そんな感じになっちゃうかもしれないですけど、まあ、相手の都合もあるんで、そしてなんとですね、一発目のゲスト、これはね、僕が YouTube 始める前からもう実は僕見てまして結構ね、ファンだったんですよ、実は。はい、こちらの方ですどうも、下川一行でございます。これ全然慣れてないですよね、全然慣れてないし、むしろカメラに向かってこうやって話すことは、はい、もう一切ないですから。ですよね、照れってしょうがないですよ恥ずかしいですね。品川一行さんです。はい、はい、ありがとうございます。いつも奇抜な映像を投稿している方なんですけど誰だよお前って絶対なってますよ。いやかなりもう有名ですから。だってワッキーさんの動画って間口広いんですよ。の間口って入り口二号とか限定されるんですよ。いやまあでもまあ素でプライベートがそのまんま、はい、YouTube でやられてないんで、まあということで、まあ今日はですね、一行さんとちょっとまあ軽く飲みながらたわいもない話をちょっと今日はね皆さんにお届けしようかなと思っております。じゃあ、乾杯。乾杯。いや変な感じですね。だってさっき会ったばっかりなんですけどね、初対面で。そうまだものの 5分ですよ。そうですね、さっき会ってものの5分で乾杯して生ビール飲んで個室に入って差し飲み始めてっていう、はい、ちなみに清水さん、ここはカップルシートです。ゲイじゃないですか。ね、まあ多分まあね、まあいろいろね、そういうふうに思う方もいるかもしれないです。はい、いわゆるもう、はい、僕 YouTuber って言われる方とお会いするの初めてなんです。いや僕あんまり YouTuber と思ってないですけどね。やっぱ思ってないです、思ってないです。周りがそういうふうに言うんで、YouTuber の方ですよねとか、結構最近すげえ言われます。ああ、そうですよね。はい、僕も言われてすげえ戸惑うんですよ。そうですね。別に Facebook とか、はい、ミクシーとかにブログをアップしてる感覚でこっちはビデオでみたいな感じでやってるのに、YouTuber とね、ヒカキンさんとか、はい、まあいわゆるまあまあ、あんな感じのそうです、ね、と全然違うんだけどなと思いながら突き抜けてますからね、うん、僕の動画っていうのはもううまいもの食ってなんか世界共通のこれやってるだけの動画なんですよ。大した別に誰でもできる。僕も拝見させてもらったんですけど、ああれです、ちょっとなんか近いものを感じるんです。まあ、ね、美味しいとこ行って、ね、はい、まあ、たまにトークしたりとかしたり。そうですね、まあでも一個のすごいところはカメラ突っ込んでるじゃないですか。僕も正直僕もあんまりこれ動画で言ってないんですけど一個その同じように突っ込みどころいっぱいあるんですよ僕。まあ変な話、やっぱりいい店もあればまあよろしくない店もあるわけですよ、いろいろ歩いてればで行ってればね。でまあコメント等でもワッキーさんいつもうまいうまいばっかり言ってて、なんか本当にうまいのみたいなこと言われるんですけど、正直僕は社会人なんで、あんまり店をこういやここはもう最悪だわとかやっぱ言えないんで、そこは最初に選んでとアップしてるんでね。そこの狭間みたいなのがちょっとねありますね。そこなんかギリギリのところをグレーゾーンっていうんですかね、そこをうまく渡ってるんですよ。僕多分動画見てると分かると思うんですけど、うまいってあんま言わないですから、そういうの言わないです。美味しかったら美味しいって言いますよ絶対。一個さんってそこのなんかツッコミどころがなんていうんですかね、微妙なバランス保ってるんですよ。それ以上言っちゃまずいけど、でも一応終わってるみたいな。そう、一応やばいとは勝ってしまう。昔もっとひどかったんですよ。先週の頃これはもう人にまずいとか言ってて、まあでも確かにまあそのままやってました。それはやっぱりちょっと見る人がだんだん増えてきちゃってて、あ、まあちょっとそこ高さんもそういうとこあるんですよ。やっぱまた迷惑かけちゃうとまずいじゃないですか店に。まあ言うのもっていうのもあって、でもやっぱ本音は俺はこう思うよ。だから最近すごい個人的はっていう言葉を入れてるんですよ。俺はこう思うよ、こうしたらいいのにな。これあれじゃないですか、一個さんファンの方にとっては結構初めての。見てるんですか。いや絶対見てますよ、絶対見てますから。だって明らかに色が違うから。いやいや僕最近あれなんですよ、ラーメン食べてて字幕入れてるだけで一個さんがパクリですよ。いやあんな誰でもできる、コメントで誰でもできる。僕がいや喋んなかったらテロップ歌しかないでしょ。あ、まあ、そうですね。飯食ってテロップ入れると、あ、一個さんIKKO さんっぽいですね。なんてこと言われて、えっと思って。ポテトサラダ。はい。何十分の。
大根サラダ。はい。サラダ、はい。芋だれが最近はまちょっとね、僕最近太ってきちゃう。わかりますあとなんか焼き鳥の盛り合わせ的なこれかな。あ、はい、あこれ、塩でじゃあ塩で、はい、僕なんか日本ディスってるわけじゃないんですけど、うん、海外とかアメリカ、結構海外行かないじゃないですか、うん、アメリカとか行った時に撮ってるじゃないですか、うん、そうするとみんな映り込んでくるわけですよ、うん、イエーイみたいな感じで、うん、でも日本って撮ってるじゃないですか、そうしたらやめてみたいな、あ、そう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 、あれ何なのかなと思って、うん、やめてやめてみたいな、でしかも見たら別にまあ正直あんまり世間的にあんまり綺麗じゃない、まあ、いわゆるブス結局日本人と外人の違いなんですよね、そこ、うん、そこが僕ちょっとね、うん、なんか日本攻めえなみたいな、そう、なんか最近すっげえ思いますよ、ね、島国だからもうそこはね、わかるなんだろうこの国みたいな、タトゥーをしてる友達がいるんですよ、僕の友達で、はい、であんま映さない方がいいんじゃねえみたいな、その方コメントが来るわけですよ、知らんねえなもんって思って、それな、なんでタトゥーっていうのは日本ではやっぱりタトゥーイコール怖いもの、はい、ヤクザ、うん、だから相手を威圧するものっていうような認識が日本人のレベルにあるんだけど、それって古い考えだなと思って、うん、今渋谷とかいると外人ばっかりじゃないですか、まあそうですね、タトゥーしてるめっちゃいるじゃないですか、うん、そんなのこっちは見慣れてるから別にタトゥーも別にファッションの一部として考えてもいいんじゃないか、うん、でも日本っていやなんかタトゥーはちょっとみたいな、もうここの考え方は攻めえなと思って、でタトゥーはあんま見せない方がいいんじゃないですかってコメントに関しても、うん、お前の価値観じゃないってお前の価値観押し付けてくんじゃねえよいや嫌われると思ってみたいなことだけど知らねえよで、これはワッキーTVで流しますよ毒はあんまないですよ、いやいや、まあまあそうですねはい、まああまり僕のチャンネルでは毒は出してないですけどね、うん、そうなんだよな、だからワッキーさんの動画すげえキラキラしてるから、うん、もういや、キラキラしてないですよ、全然全然してないです、ここまでスタイルが違うわ手ぶれが壊れて中ので撮ったんだけどもそれがおじゃんになっちゃったりとか、うん、は結構つらかったですね、なるほどね、おじゃんになったのはつらいですね、45時間分撮ったのが全部おじゃん、ああ僕もありますよ、僕も、はい、沖縄の長寿島って行った時に、はいはいはい、友達が僕のメモリーカードをそのカメラに入れてたんで、はい、サンゴ礁を撮るのに夢中になってカメラごと流れて、めちゃくちゃいい、マジですか、結構何時間分をがあったのにそれが全部ない、カメラ海流れたの、流れていっちゃいました、マジっすか、それ結構ショックですねいやもう結構へこんでました記録も残せない顔プラス物もなくなるし、もう継ぎはぎだらけの編集でなんとか切り抜けたみたいな、あと IKKO さん結構食べますよね、そうっすね、でも全然太ってないじゃないですか、太りましたよ、よく運動してるんですか、全然してないです、全くしてないです、本当ですか、昔が逆に痩せすぎちゃってたなっていう、昔陸上やったんで、はいはい、結構いってますよね、だから代謝いいんですよ、すっごい、これ前見ましたよ最近の動画で、なんか二郎食ってそば食ってるっていう、あああああああれ見てて、と思ってでも無理だわと思って、食わざるを得ない、朝次郎がまずありえない、ありえないね、ありえない、なんすか朝次郎みたいなわけわかんないですね、初めてですね朝次郎やってる人お前って YouTube やってるぜみたいな、お前見ろよ見ろよみたいな、はみたいななんなんだお前はみたいな、うん、で僕が撮ってるところを撮るんですよ、うんうん、批判的な感じで撮るやつだよ、あそれ嫌だな、すっげえあれ嫌で、超嫌ですねそれ、なんか露骨にあいつ何やってんだよみたいな感じで、その後 iPhone のパシャパシャの音が聞こえるわけですよ、Twitter で流すYouTuber いたよあれがすっげえ嫌で、声かけてくるんならいいんですけど、はい、声かけずにこっち見てニヤニヤしてるやつがいる、そうですね、今めっちゃ腹立つよ、もうめっちゃいっぱいいます、腹立って、ワッキーさんがイラッとする話って今チャンネルなかったですよ、あないですね今までこんな上げてないんでこれは珍しいじゃないですか、はい、そういえばIKKO さんコラボって初めて初めてです、完全なるバージンです、皆さんIKKO さん4年 YouTube やってて僕が初めてですよ、カメラとか恥ずかしいんだやっぱりなんかあるんですね、自分の中でこう、はい、ようやく自分誰ともコラボせずに2万人ぐらい行ったっていう、はい、なんかこう得たから、だからすごいいいタイミングですあ、本当でいただいたなって、俺だからなんかね、こうでも、はい、かといってこうなんかずっと殻に閉じこもってたりとか、なんかコラボってやってもなーって俺思うのも、なんかそれももったいないなみたいな、ちょっとここら辺で逆になんか変えてみようかなみたいな、僕竹永さんでそれ感じたんですよ、はあなるほど、初めてやってで、あなんかみんなすげえ一緒に撮ってるんですよ、うん、今まで僕は一人でやってたんで、あそれがあみんな一緒なんだなと思って、
自分の後ろ気にしてるし、あ、そういられたところは気消してるんだなとか、だからそういうの見てて、僕今までずっと一人でやってたから、からすごくなんかこう仲間意識があって、そうで、それがなんか竹永さん見てて、あ、なるほど、みんな同じようなことやって、一生懸命やってんだなみたいな裏側は。やっぱり傷つくし、コメントで傷つくし、なんかいろいろ気にするんですよね。はい、あの皆さんコメント傷つきますからね。意外と傷つくから傷つきますよ、まあ、俺は削除するからブロックするし、せっかくだったら動画投稿してる者同士、うん、なんかこう交流っていうか、そういうなんか形はいらないんですけど、うん、なんかそういう場とかを設けたら、しょっちゅうは無理かもしれないけど、うん、人生一生懸命一回しかないんで、なんかそういうのがいいなっていう思いですね。すごく貴重な、てか初めて YouTuber と方と飲まれたんで、こうなんかすごくなんかいい経験は今日。いやいや、もう本当に、あ、やっぱそうなんだみたいな。いや、もうぜひちょっと飲食店行きたいですね。いや、行きたいですね、確かに。はい、ではですね、今回 IKKO さんですね、フレンドリーワッキー TV ということでね、はい、新しい企画で動画をね YouTube で上げてる方たちとの交流をしていこうということで、第1回目のゲスト、はい、僕が YouTube を始める前から見ていた、今回はありがとうございました。すいませんでした、はい、なんかイエーイ、もう下品ですいませんでも逆に IKKO さんのファンはね、ワッキー TV 汚してやれみたいな感じのふうに思った方もいるかもしれない。ああ、はい、もうどんどん汚せみたいな爽やかだな、チャンネル汚してるみたいな、まあ、今後はちょっと IKKO さんともぜひまあ、いろんな食レポも被ってますから、ラーメンだとか、まあ、全然何でも僕はぜひオールマイティーなんで、ぜひコラボしたいです、はい、両極端な部分はあるんですけれども、はい、お届けしたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい。